どうも、レオザフトボです。始まりましたリアルタイム分析、スイス対イングランド、みんなで見ていきましょう。よろしくお願いします。イングランドね、3バックってなってるけど、右からウォーカー、ストーンズ、コンサ、トリッピアーって4バック組みそうなんですよね。でダブルボランチメイン、ヌー、ライスで、左ウィング、フォーデン、右ウィング、サッカー、トップ下、ベリンガム、トップ、ケインみたいなね。3バック本当にこの形でやったらこっちの方がうまくいくと思うんですけどね。だから AI からのメッセージなんじゃないですか、こっちの方がうまくいくよっていう。いつもの4-2-3-1だと思うけどね。トリッピアーが右サイド来てたらいいね。で左フォーデンが幅取ってみたいになればいいけどな。多分なんないんじゃないですかね。だからこの間の試合の最後の方みたいにね、サカ左来てみて、あの形を最初からやったらね、面白いですけどね。スイスポジションチェンジしながらビルドアップするから、イングランドがマンマーク気味についてて、ちょっと守備もポジションチェンジ起こってますね。僕はイングランド普通に両ウイングが張って、ボランチどっちかがトップ下入って、でストーンズ、スイッチアンカーの 3-2-5 になればいいと思ってますね。サイドバックが上がっていくパターンで突破力あるのって無理じゃないですか。基本突破力ある選手はディフェンス苦手だし、ディフェンス上手い選手突破力ないから。で運動量も多くなって、今度ゴール前飛び込めないしね、サイドバック高い位置取っても。その比較的突破力あるアルフォンソ・デイビスとかでもさ、でウイングの後ろサイドバック作った方が、ウイングが仕掛けてる時に相手もサイドハーフとかとダブルチーム組むでしょ。結果戻した時に後ろからクロス上げられるから、アーリークロスがね、武器の選手そこ置いとくと強いんですよね。ファーマー使われない理由は、サウスゲートの中でサカとベリンガムより序列が低いからですね。単純な理由、相手が強すぎるっていう。別にあれですよ、サカに代わってパーマーとかになってもね、あ、そういう序列の監督なんだなって思うだけですけどね。絶対おかしいっていうような選手じゃないからね、どっちが使われなくて。なんで序列が低いかは、僕の目からこっちのこの技術はこれっていうのは言えるけど、サウスゲートの中で何を重要視してるかは分かんないですね。例えば僕の中でサカの方が複数の判断の中での選択肢がいいっていうふうに思ってるんですけど、パーマーより。でパーマーの方が遠距離攻撃の理不尽さがあるかなみたいな。でもこういうのって監督によって考え方違うから、こっちの方がプレス耐性高いっていうのが、その監督によって違ったりするんじゃん。それは分かんないね。サウスゲートがどういう判断してるかって、僕が選んでるイングランド代表だったらそこ細かく言えるんですけど。だから確定して言えるのは、ベリンガムとサカよりも序列が低いってことまでですね。だってまさかね、アーノルド中盤にしてる理由、カルビン・フィリップスいないからで、そこでのね、低い位置からのキックのチラシみたいな。でも、そもそも、チラスキックの先でさ、そこで合わせる選手いるんかっていう。裏狙う選手自体が少ないのに、アーノルドのそのチラスキックって、裏狙うサラーとかがいて成立するもんじゃん。それがいないのに、そのサッカーなんなんっていうのをやってる監督だから、リズメで答えることがリズメじゃないみたいになるんですよね。このボールサイドでね、ウイングバックが高い位置取って、サイドバック釣り出されないようにサカがそこを抑えに行ってるのは、昨日のドイツ対スペインでスペインにやってほしかったようなことですけどね。これアーセナルでもやるから、サカがアドリブでやってるのか、ね、サウスゲートがそれ継続してくれって言ってるのか分かんないけどね。今季のグリーディッシュの出来だと呼べないよな。みんなからダメ出しされてるからね。ペップにも来季はコンディション戻すようにって言われてるし、ね、ウォーカーも普通にまあ実力だみたいに言ってるしね。でフォーデンの左ウィングって腫らした状態で普通にシティで活躍してるじゃん。今年はその役割少なかったけど。だグリーンシュ待望論はいないからこそ言われるなって思いますね。パーマー好きな人の肩持つとしたら、アーセナルとかみたいに一人一人にさ、細かいさ、原則っていうか約束事が設定されてたり、戦術的にさ、周りの選手と連携して動くみたいなのが、なかなかできないから別のチームだし。ってなると、パーマーみたいにチェルシーで、この枠の中でやってくれっていうサッカーをしてるフォーデンとかサカよりも、チェルシーでその枠自体自分で作れって言われてるようなサッカーしてるパーマーの方が意外といいプレーできたりってあるでしょうね。意外とでもないけどね。サカの場合はホワイトとかウーデゴールとの連携がベースになってっていうのでサッカーずっとしてきたじゃん。この能力ないって意味じゃなくて、ね、やるサッカーの形がチェルシーの方が代表チーム的なんですよね。お、これはいいぞ。裏魚やってるけど、あー出せなかったか。スイス守備硬いなー。5-4 でこんなエリア内にしっかり中閉じのブロック作られたらね、遠距離攻撃しかできないからね。ただ遠距離攻撃得意なね、中で仕留められるケイン、ベリンガムいるからやった方が全然いいんだけど、中ね、ギュウギュウしてくんだったら外からね、クロス入れてっていうので、トリッピアとかクロスの精度いいしね。双方でのミドルもあるしね。これ守備の時にケインが結構低い位置行くの、これ何なんだろうな。誰を抑えてこうなってんだろうな。流れなんかたまたまなってるのが2回連続で俺見てるだけ。あ、戻ってきたね、ケインね。ああ、そういうことね。そうかそうか。サカは、ウィングバックについてって下がってるっていうよりも、そのまんまね、相手が5-4-1だから自分たちも5-4-1にして、両ウィングバックっていうことにしてるってことね。なんか、イングランドって、4-2-3-1で左肩上がりよくやってたから、まあ、基本変わんないんだけど、守備の形を、もう完全にはめれるようにしてんだろうな。
って言ったら、フォーバックでサカは下がっただけですのパターンもあるから分かんないんだけど、だケインの下にツーシャドウで左ベリンガム右フォーデンにしてて、で右ウィングバックにサカってしてるから、大外サイドハーフが下がってきて潰してるんじゃなくてウィングバックってことだよ。そんなつまんないつまんないほどこの試合つまんなくないと思うよ多分。イングランドにハードル落ちてるのはあるんだけど、5バックに対して5バックにして守備で後手回んないようにするとかね、やってるしな。だしスイスがきちんとボール動かせるチームだから、イングランド奪ってカウンターも発動してるし、だから攻撃陣の形は 4-2-3-1 やるときとほぼ変わってないですね。だからちょっと気づくの遅れちゃった。ただまあ今の形だと 4-2-3-1 見えんだよね、こういう風に。だ前からのプレスの時にはそう、右のウィングバックが上がってね、フォーバックの感じでいくから、だからどっちベースにしてるかも説明の仕方で正直違うな。もう前線からプレスの時はフォーバックで 4-2-3-1 でさ、3の両脇とワントップで3バックにはめれるじゃん。であとあれだよな、なんかそのサウスゲートだともうさあこの感じだよねっていう、その森保さん的な感じで見れるけどさ、あのロベルト・マルティネスとかだと、いやお前はいろいろ工夫しろみたいなさ、戦術がぶってんだから そういうとこちゃんとやろうぜってなるから、デシャンだとさ、まあこの感じしちゃうかみたいな、でもロベルト・マルティネスだといやちゃんとやれっていう、なんかそこのねキャラでのハードルの上がり下がりはあるよね。僕もそうですけど、そのシチュエーションによってどう動くみたいなのを決めてるだけでフォーメーション決めてないみたいなところもあるから、本当監督によって多分全然スタイル違うんだよね。ミーティングでもその当日は全然戦術的なこと言わないとかもあるし、だからマイプレーの時には多分フォーバックでこのまま行くんだね。これでケインかフォーデンがどっちかがトップ下を抑えるみたいに、低めのジャカを抑える形になって、3バックのサイドは両ウィングは抑えるみたいな、で降りてくるボランチに対しては上がり目のボランチを抑えいってみたいな。ただハーフウェイラインなのかセンターサークル付近になったらとか、ファーストプレスかわされたら5バックになるみたいな約束事がある。マイプレーは4バックなんだな。マイプレー4バック、ポゼッション3バック、撤退守備5バックっていう、めちゃくちゃ戦術家じゃんサウスゲートねえ、やっぱバイアスかけちゃダメですよね。今日は戦術家サウスゲート、まあ、いつもやってる可能性あるんだけど、だそれが効果的かどうか別よ。ただマイプレーはと撤退守備で、うん、マイプレーの時にはスイスにこうはめれるから、で撤退だと4バックでやった場合は5トップみたいになったら、相手に対して1人少なくなっちゃってずれられないと失点つながるからっていうので、そこは理にかなってると思いますね。ただ攻撃の時の左大外にトリッピア張っちゃうっていうのは、でもまあこのシステムやってたら解決できないっていうか、そこは100点目指さないことが大事な時もあるからね。来た前に入って、おー、ジャカ頑張ったね。サカ突破した後ジャカが頑張ったわ。アーセナル対決になってました。残酷だけどケインが怪我してワトキンスがスタメンの方がチャンス増えそう。スイス硬いなEA 君と田中誠二君のコメントをテーゼ風に読みました。あの個人技能言ってもあそこにサッカー置いてるのはこの戦術だからね。個人技全くないチャンスメイクなんてないからな、サッカー界。残酷って一文字目っていうか、センテンスの最初に見たらもうそういう頭になっちゃったわ。このね、こう前プレーの時には4バックのまんまで、撤退の守備は5バックにしてって、これ普通にすごいと思うよ。これちゃんとやってんの歴代サウスゲート戦術で一番いいと思う。このどうしても攻撃でね躍動感出せてないというかね、期待値を下回ってるから言われがちだけど、おニアゾーンなんで一人剥がしたけど、ゴール前硬いなスイス。いやサッカー裏キャうまいな、普段ウィングやってんのに。コンサがクロス対応めっちゃ頑張って、おっと、どっちもね、昨日のドイツみたいな攻めに移行できるかっていうかね、割り切り出すのがどっち早いかになるな。お、ケインにのしかかったけど、あ、ケイン側のファール、いや、え、どっちだ、やられた側なんすけど俺っていうね、押さえつけられて、あー、この左手の印象がね、肘グリグリの感じになったのね。両チームともな、プレスの後ろのポイント取れないからな、どうしてもハイプレスの後ろにつけて落としてはできないし、そこで引っ張ってラインかみたいなのなし、ただ今裏抜けめっちゃうまくいった。スイスは右からクロス上げた方がいいね。ウォーカーがロック苦手だから、左のコンサーの方がロックうまいから、もしくはあのトリッピアのところで勝負させる、空中戦隊を得意なコンサーとかストーンズのところを避けてクロス上げたいね。おお来た、これオフないよね、なさそうだよな。いや今クロス隊をミスったな、前のところで、なんであれ後ろに流れちゃったんだろうね。今ニアゾンランも良かったしね、一回外戻すのかなと思ったらそのまま
上げ切ったのがまた下通したのかな今。斜め抜けた後にそれによってウィングバック閉じて今度ニアゾーンランで2段階ニアゾーンランみたいになったね。そっかやっぱまた下通して上げられたからスピーディーすぎて対応できなかったんだな。どうかこのねクロス対応苦手。ただこのスイスの連続でニアゾーンランしてて、スイスの選手よりもイングランドの選手の方がこのニアゾーンランについていく意識が薄いから、さっきのライスみたいに後追いでも抑えられるしみたいな、その守備意識の差が出ましたね。ただ僕あれですけどね、イングランドも勝ち上がってほしいですけどね。だってスイス対オランダもしくはスイス対トルコになったら見る人減るじゃんイングランドに来てほしいからね。こっから頑張ってほしいな。イングランド、スイスチームとしてすごくいいですね。なんかそのちょうど身の丈に合った戦術で最大限の効果出してる感じが。お、ルークショーとパルマーか。リッピはそのままなのかな。エゼも出てくるね。お、俺やっぱ変わるんだみたいな。変な変わり方の番号するから分かんなかったわみたいな感じで。誰3枚変えた？あれこれパーマン入ってない？むっちゃパーマーっぽいけど、これ24番入ってるよ。パーマン12人いないよねイングランドホーデン変わってるんじゃない？これ全然全員が分かってない。コンサがいないのか。センターバックを変えたのか。ライスが先場入ったのか。ごちゃごちゃにして12人入れる作戦。ウォーカー先場になったのかな。おおサカー、すげえ。大丈夫？ 12 人じゃないこれ。取り消しになんない？サカは練習生って感じになっちゃった。なっちゃったっていうか。これどうなってんのっていう隙をついて、誰の隙をついたのかって話。いやー、ちょうどね、ボールの通り道空いてるところを、すごいな。まだこっち選手交代確認してんだよ。ちょっと人多く見える。いや、スーパーゴールだったね。さあ、やっとわかります。そうね、常に3バックだな。3-4-2-1 のダブルボランチが、ルークショーが3バックの一角だね。で、エゼとサカで両ウィングバックだ。左ウィングバック、長友から中村敬斗変えたみたいなイメージがある、日本代表で言うと。フォーデン、コンサ、メイヌーか。抜けたのは。フォーデンいるわ。コンサ、トリッピア、メイヌーだ。ごめん。これで左もね、攻撃力が上がったしな。あとはもう延長なしぐらい殴りまくとし。お、次、同じパターンか。クロス行って、ケインが、うわぁ、そう、もうずっとこれでいいんだよ。あとはもうトリッピアをもうセンター、今のルークショーの使い方トリッピアしてほしいんだよな。左でも殴れた方がいいんだから、トリッピア外せってわけじゃなくてさ、両端から殴れるイングランド見たかったからね。あれ、ちょっと早めに終わったの。いやー、やるかー、延長も。やるんでいいね、チャンネル登録お願いします。よかったら、レオザ学園でもね、生配信でしない、ここだけの話とか、毎週作ってる授業とかありますんで、この授業が5万6000部の本になりました。買ってね。全部延長か、ベスト8。サッカーって90分じゃ足りない競技なんじゃない？でも今日のサウスゲートのね、スイス対策はすごい良かったと思いますよ。攻撃以外は。うおー！ケインどんどん省エネになってんな。今詰めないんだみたいな。ケイン以外だったら怒られてそう。サウスゲートのポルシャツ売ってそうで売ってないやつだよな。いやー、前半終わりですか。もうスイスの方がね、エンボロが動かなくても周りが動き出して裏とか、ウィングバックにつけた後ニアゾーンランとかが、こう、意識高いんだよね。でイングランドの方が足元つなぎながらのコンビネーションでゴール迫っていくみたいな感じで、オフザボールのところよりもオンザボールの質での高いになるんだよね。だからやっぱボールセットした周りのところを抑えやすいっていう。そうだね、延長戦にしてはなんか延長っぽいなんかあーみたいな空気ないね。点が勝負分けるぞって言ってそうだね。あー終わりましたね。ここから PK 戦です。 PK 戦になったらね、もう正直どっち勝ってもいいんですけども、ずっとどっち勝ってもいいんだけど、ピックフォード対ゾマー。これゾマーが止めれたとこと決められたところなのか。ゾマー側のデータか。右上に蹴ってくる人は少ないですね。あー落ち着いてたな。ちょっと早めに動いちゃったのもあるけどね。さあ心理戦を許しません。審判アカンジを守ったねなんか余計なことしそうだったから、なんか行かせなかった感がすごかったあーこのね、短い助走のこの PK って外すよね。いやーもうなー、体の開き方がなー、開き方、足の置き方がなんか、あっち側に蹴りそう感がね、いやー、イングランド勝利近づいてます。普通にデータでも出てんだよね、助走短いと。あとね、軸足近く置きすぎると、蹴り分けにくいっていうか、みんなボールあるの想像して軸足近く置いて。体開いた側、利き足が蹴りにくくない？軸足近いと。読まれやすいから、
イングランドのキッカーの選手たち全員なんか自分が外すわけなさそう。っていうかさ、もうイングランドの場合大手飛車という意味では負けたらバカンスあるしなみたいな、なんか逆に気楽に蹴れてそうね。スイスは国を背負ってっていう感じだけど、イングランドはもう普通にやろうぜみたいな普通にやろう普通にやろう、なんかすげえイングランド勝ち相関、この一本外しただけじゃなくてね、からの抜き方ある、またすごい心理戦をしましたね。ピックフォードなぁ、キャラ違ったらむちゃくちゃ男前って言われる人なんだけどなぁ。ピックフォードの共同ってイケメンさかき消すよな。おぉ、ここでアーノルドですか。うわ絶妙、キック精度は最高だけどなぁ。めちゃくちゃ前に置こうとしちゃった今。絶妙だなアーノルドって。一人目だったらアーノルド決めそうだよね。五人目のアーノルドか、三年目の動きみたいに言っちゃったけど、わからんな五人目のアーノルドは。あー決めた、イングランドが準決いった。いやーこれで視聴者5000人ぐらい変わります次の配信お疲れ様です。じゃあ15分後に会いましょう。15分後はみんなこっちさ見ようね、オランダ。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。